見てください、こちら。はい、今ちょっとね、あそこなんだっけ、ファミマ、ファミリーマートで行ったんですよ。ファミマに寄ったよね、コンビニに寄ったんです、うんうん、そしたらこの2つだけね、このね、野原ちゃんのね、この缶バッジだけ残ってて。知ってた？キャンペーンやってたの。知らなかったね。なんかファミマと3週連続ぐらいで、なんかキャンペーンやってたみたいで、はい、あのお菓子をね、3つ買うと1つだけ、はい、もらえ、何かもらえるっていうやつで、よく残ってたよね。3月からもう出てたやつで、もう4月今日10日だよ。多分一瞬で呪術廻戦のやつってなくなるイメージなんだけど、なんと志保ちゃんの一番の推しの野原ちゃんが2つも運よく残ってました。本当嬉しい。運、今日もう使っちゃったんじゃない全部ね、これから出かけるんだけど、ちょっと運使っちゃったような感じだよね。なのでね、お菓子をね、そう、まあ、指定のね、お菓子があって、はい、これは3つで1つなんで、そうそうそう、1個買ってきました。ひみちゃんとママとちーちゃん選んで、はい、美味しそう。え、リミはまたイカだよ、大好きだね。好きだね、イカ。ひみちゃんはもう親父キャラになっちゃった。イカだから。親父キャラ、はい、よかったね。よかったです。これかわいいです。幼しって書いてあったからかいいね、うん、他にはない感じですか。ファミマ限定だね。ね、すごいね、いい、こんなのやってるんだね。チェックしてないから分かんなかったけど、最近チェックしてないわ。じゃ偶然のラッキーということで、最近アニメばっか見すぎてチェックが全然しない、うん、そっか、よかったね。ということで、ゲットでした。はい。見てこれ。買ったの？美味しそう。美味しそう。買った。美味しそうだけど。なんかファミマで見つけました。いちごミルク。果肉入りだよ。美味しそう。美味しそう。角切りいちご。うん。果肉入り。しおちゃんは、ウーロンちゃん。ウーロンちゃん。大好きで。はい、うん、乾杯。乾杯。前立ってた。寒いな、ちょっと寒い。やっとね、大丈夫、半袖なんだけど、寒い、凍えてんだけど、大丈夫、震えてるよ。なんで止めてる。寒い、面白い。なんかしほちゃん観光行くみたいな格好してない今日。え、帽子かぶって観光行くみたいな。とこ何でした？観光、観光、観光する人みたいな。コンビニで見ても知らない人とか。なんかいつもとさ雰囲気が違くないしょうちゃん。なんかレジにいたから、なんでいきなり割り込んでるの。いや、なんかいつもとさ全然違うよね、格好が。てかパンツ履かないし、いつもね。ほら、皆さんこれ見てください。なんかいつもと格好が違う、違いすぎて。たまには違うの着たいなと思ってたの。お父ち鬼滅の刃。姫、ちゃん、僕だろ。ここで生まれた。え？僕に邪魔するのシャツ着てくるの。おー、何これ、ご当地。寒い。寒いね。え、なんか半袖？うん。マジ？でも上着持ってきたでしょ？慣れないね。ないよ。が超しにくかった。そうだよね。でもベルトが硬くてさ、ズボン久しぶりじゃない？そう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 。慣れない。慣れなかった。寒い。震えてる人が面白すぎんだけど。寒いって半袖で。今日私ママに寒いから上着持ってきますよ。そうだよ。いけるね。なんでご当地？ね。あ、これなんかうちにもあった。呪術回戦。お、呪術回戦？パンダさんいる。野原ちゃんいないやん。いる？どれ野原ちゃん？ユージ。あ、隠れてた。野原ちゃんいた。かわいいね。かわいいね。でかいね。口に加えられる尿か。ん？
あ、こういうのか、こういうの売ってるってことか。すごいね、何でも鬼滅お菓子になっちゃうね。売れるんだろうね。ん？売れるんだろうね。みんな欲しいってなの。ウータンがいる。何突然ウータンだよなの。大丈夫？ユニクロパーク書いてある。フェアリングがあんま滑り台がどっか滑り台でどういう滑り台、うん、ほら今滑ってる子供たち、うん、あそこのなんか白いところ、すごく連続で滑り台が使える。もうリミちゃんも滑り台滑れないね。9歳だもんね。もう10歳だ。もう10歳だよ、今年。そこの気分ダメなの。消毒。リミ消毒。36、0だった。広い。すごい広い。1階ここ。1階。じゃあ2階がこっち。2階行く？お足元にご注意ください。かわいい。春だね。真っ白。ちょっと安い、590円。こういう靴もね、普通に履けそうだ、うん、ね、こういうの590円って、ね、うん、安い、590円。白い T シャツにこういうベスト着てます。かわいい。ベストもなんかこういう感じの編み編みもあるみたいに。やっぱ今年はパンツだよね、流行ってんの。今年はパンツ。いや、かわいい。なんかすごいね。なんか見たこともないデザインがいっぱいある。すごくないこれ。かわいい。なんかおとぎの国みたいな。かわいい。かわいい。なんかさ、ポーチもかわいい。GU のポーチ。普通にかわいい。色もカラフルで。かわいいよね。夏っぽい。セットだ、これかわいい。あ、セットなの？本当だ。セットで1980円。セット、黄色セット。うん、ね、すごい。うん、かわいい。かわいい。なんか夏っぽいね。すごい。ワクワクする季節だね、これから。うん、かわいい。うん、作れます。こういう感じ。意味前から T シャツあるよ。やだ。160あるよ。160なら履ける。
うん、履けそう。すごい、なんかかっこいい。何これ、パーカー。